去年の秋ぐらいから急に調子良くなったんで。いや、現役ドラフト一期生、正直期待してなかった。だけど環境変わったら大化けして大活躍。まあいいと思います。まずは巨人のオコエルイ、楽天時代は干されてた。巨人に移籍しヒゲ剃って別人のように大活躍。強い侍になった。次は中日細川さん、横浜時代は扇風機。中日移籍し打ちまくり、3割バッターなりました。まあいいと思います。トーネはカープで中継ぎし、古川ホークス中継ぎし、陽川西武でホームラン、ロッテ大下もホームラン。まあいいと思います。阪神移籍の大竹さん、ホークス時代は干されてた。阪神移籍し勝ちまくり、セリーグトップの勝利数。強い侍になった。阪神エースの大竹さん、勝率10割セリーグトップ、防御率もセリーグトップ。どうしてホークス手放した。阪神に来てチームカラー的にピッチャーに対して求めてるものが制球力と、ホークスはどっちかというとこう球速重視というか、やっぱ速い球投げてなんぼみたいなところがあったんで。